はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回レジスタンスバンドを使って一緒に10分下腹とお尻周りを鍛えていきましょう。バンドがない方はですね、バンドなしで身を見まねでやってください。バンドがある方はですね、強度が強いやつ弱いやつあると思いますが、初めは弱い方を使ってついてきてください。では一緒にやっていきましょう。はい、まずは足の裏に入れて下腹を使っていきます。ゴムがたるまないように少し横に引っ張りながら動かしてください。ゆっくりももを引き寄せながら足を動かしてください。呼吸は1回ずつ吐く方がいいです。休憩時間は次のエクササイズを説明します。今度は足首に通して横に引っ張っていきます。ゴムがたるまないように少し張った状態からさらに引っ張っていきます。きつい。しっかりこれを引っ張ることで大天使の部分が鍛えられます。ですので丸いお尻にすることができます。今度は太ももに通してもらって足を閉じた状態から開いていきます。足を合わせてください。これもゴムがたるまないように張った状態からさらに引っ張っていきます。勢いよく引っ張らないようにだんだん力を入れてください。これも丸いお尻を作ることができます。OK です。今度は足首に通して足を広げていきます。お尻を上げていきます。できるだけゴムは開いてください。お尻が床につく手前でまた上げていきます。しっかりお尻を締めます。今度は足の裏に合わせてこういう感じで下腹を使っていきます。ゴムを持って上体を少し起こしていきます。
メンバーももにと申します。四つん這いから足を横に開いていきます。犬のおしっこです。ゆっくり引っ張ってください。あんまり早く引っ張っちゃうとゴムがクリクリと上がってきますから、上手にゆっくり引っ張ってください。結構きついですよねこれね。中臀筋小臀筋って弱いところですから、しっかり鍛えることで綺麗なお尻になります。次は反対です。動かします。できればゴムが丸くならないようにした方がいいです。これはもうすでに丸くなっちゃってるんで、クリンクリンって上がってきます。ですから、できるだけゴムが丸まらないようにして使ってください。もうお尻が痛いです。このままももに通しておきます。今度は足を上げたら開く。足はくっつけておきます。お尻を上げたら開いて閉じる。今度は足切りです。こういう感じで引っ張ります。今度は少し膝を曲げておきます。このまま一緒に開いていきます。これも小臀筋、中臀筋が鍛えられます。ゴムを使うと辛いですね。最後下から腹筋です。
お疲れ様でした。レジスタンスバンドを使っての10分間しっかり聞いたと思います。この10分間ですけども、もちろんゴムの強度を上げることによってレベルをアップさせることができます。通常のエクササイズではゴムを使わない、重りを使わない状態でやっていくとですね、レベルを上げることが難しいです。ただ10分間動いてもしょうがないです。筋肉にちゃんと効かすゴムを使って、筋肉に効いている感じを常に意識しながら動くことによって、同じ運動でもより効果が出ます。ですので、これからもレジスタンスバンドを使ってのエクササイズをやっていきます。現状10分、20分、30分動く動画たくさんあると思いますけども、基本的には重りを使わない、ゴムも使わないエクササイズが多いと思います。ですが、これからはレベルをアップさせるためにですね、同じゴムで強度を上げることによってレベルを上げることができますから、今後もね、このゴムを使ったエクササイズをしていきますので、よかったら説明欄の方から、もしくは Amazon でぜひ購入しておいてください。これからも一緒にレジスタンスバンドを使ったエクササイズ頑張っていきましょう。本日はお疲れ様でした。Thank you.